兄ちゃんの嫌いなね。どこだい場所。僕だよ。レギオスの弱点って何？あ、まあ、麻痺で行くからいいけどに、麻痺がいいかな。麻痺ハンマー？うん。じゃあちょっとそれに期待して麻痺剣で行くか。麻痺らしてその海に沈めたら勝ちにしろよ。ああ、タミネーター2みたいにね。麻痺と毒どっちがいいかい？どっちでもいいよ。毒今回はエピソードクエストをやりたいと思います。メキャラリー3話、ね、第3話だけどね。ああ、スターウォーズみたいでいいじゃないですか。新しいスターウォーズあるね。楽しみしてんの？うん、みたいしてんの？うん、うん、でもスターウォーズのゲーセンのやつ出るんだよね。あの戦場の絆みたいなドーム状のやつで。へえー、で R2D2 で来るなとかそういう話、っていう。俺役横でずっとうごめいてる。帰れみたいな。いや、あのなんかな、ガンダムでいうところのあのボールできちゃいましたみたいな。てめえマジ帰れ。じゃあダスベーダー。熱くはなかったよね。
あ、いいですね。でも C3PO とか、これは難しいクエストですんで困りました、助けてください、助けてください。肉取り放題で、本当だ。バリスタだけでなんか死にそうな気するけど、バリスタはあえて取らず、あら、いや上で取れるんかなと思って、あ、飯食ってに、ヒヒどこだ、うおー、はぁ、飛んでますよ。そういえばそんなんあったね、あったね、このエリア確かに忘れられ、もったいない、うん、もったいない、いいエリアなのに、雰囲気あってね。先に飛躍飲んどこ。でもこんなとこであの列車団連発されたらきついな。大丈夫？うん、あ、さすがに、さすがの苦手意識ああ発症してしまった、わしの嫌いな、出た、ハメハメ、そして海に落ちる俺、ああそうか、落ちるんやね、海、あ、俺も列車、これ列車したら海に飛び込むのがいいんじゃない、なるほどちょピョってるし、もう踏んだり蹴ったり、列車するたんびにあのベッドで寝てくれば、ああ、列車治ってないでしょ、うん、駆け上がってしまった、寝る前に、しかもさ出るなりも列車やからな、ほんとひどい、海に飛び込め、ああ、いや寝れば全回復や、ベッドあったっけ、あるんじゃない、あった、つうかさ、やっぱこの狭いとこで足踏みされたら詰むじゃん、うん、うん、はい、治り、あ、帰ってきてた、携帯食料の食べてもダメなんだな、あー、ダメなんや、うん、やっぱりあれや、カロリーメイトじゃ力は出ねえモスジャーキーの偉大さが分かったよ、うん、でもあの集会大ローデンのモスジャーキー売ってるお姉ちゃんは食べたことないって言ってたね、な、今だ食べたことないのモスジャーキー、いいよ、頑張って。ん？拘束されてるから。こんな攻めたことでディアブロス来た最強やろ。潜るん？ベースキャンプ行ったら、しか下に行ったら出てくるんかな。わしもやっとまひったで、ぶっ殺す。全然当たりなかったって、あら、そうね、麻痺ってない、違う、ピヨってないですね、段取りがねボケ段取り、うわ、おチャンス、これ、尻尾が海に飛んでくんかな、ピヨーンって、尻尾切れても、足やっぱ弱いんだけど、弱いんだけど、おお、先生が落ちてった、うん、ジャンプ攻撃しながら切れて落ちてたそしてね、あの嫌な位置に首もたげてさ、倒れ方が最悪、うん、ああ
動画をご覧の皆様には伝わるでしょうが。もう結構 V 破壊が、うわーもうほんと嫌い。あれ捕獲しろってか言っちゃうよな。え捕獲ちょっとこれ、あれ討伐だ。危ない危ない。あ俺列車になってる。画面道の真ん中バタバタするだけで列車くらい放題やめようよこの野郎。ふふ、あーまた列車になった。もうなんなんだこれ。あ俺もやちょっと海に飛び込もう。なんか、ね、なんかもうねひどい。あれおおおでもかつてここまで海に飛び込むゲームがあったんだろうか。私はマッパリスタ使わねえな。使えねえな。出たー、またでしょ。足上げるたびに練習してる。いくぞ、近距離バリスター。間違えて落ちちゃった。間違えるがモンハンの花よ。圧勝。任しよう。あ。あ。ごめんね、バリスター倒しちゃった。海に沈んでいくとこだったらよかった。ごめんね、絵的につまんなくてね。そうだね。多分こいつが G 級で飛ばずに中央で足をバタバタさせるだけ最強キャラになると思う。あー価値格こっちで言う4人で無理やり麻痺はめしてるのと同じ理論を1人でやってくるみたいなね。そうだね。あドラ鳴らせないんだ。祝砲も上げられないんだ。あった祝砲上げられる。上げなさい。ドーン終わり。行くもチケットが出ない。あそっか。なんか作れるんやろうね。してまさかの解読。バスタードソウル。意外と。セルレギウスの素材持ってないからよかった。でクリアってこと？そうですね。これでマイルームのマイハウスのほうほう。あの
ルームサービスの猫を、うん、看板娘に変更できます終わり。どう100に兄ちゃん的には何パー嬉しい？あのね、セルゲギオスに達す怒りが上回りすぎてね、測定不可能です、うん、だってね、このゲーム萌え要素低いからね。じゃあ数たくさん女の子が受け付けるわけですけど、誰が一番心にグッとくる？まあないからね、そういうのね。それだったらアイルに囲まれたいね。ああ、俺もあの大漏電ができて出番のなくなったこの集会所のあのいつも緊張してる、いやいつも緊張してると思ってるこの店員さんが一番好きだけど、人から行くならギルドストアっていうあの神々やん。うん、神々な人が、嘘でし、買ってくださいと言いたいのですとか、何を言おうんこいつみたいなとこがね、 GQ になったせいでより出番が減ってしまったところが、はい、エピソードをね待ってますっていうことで、うん、おー、みんなのエピソードをご要望をね出しといた方がいい、うん、ご要件14代目のご要件ゴールまあ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 、ちょこっと面白い。あのステージに行けたのが一番いいとこかな。だな。ちょっと楽しかった。出てくるやつが間違えられたみたいな。